This is Quick British English. Quick British English の滝です。今日もご視聴いただきありがとうございます。私は今毎日資格試験のために一日に結構な数の単語を覚えているんですけれども、その中でいくつか覚えられなかった単語があったんですよね。それを皆さんと一緒に共有していったらどうかなと思って、今回このビデオを作ってみました。難しい単語も中にはあるかもしれないんですけれども、あ、こういった単語もあるのかとか興味深く聞いていただければ、その単語が皆さんの頭の中にも残るんじゃないかなと思って、いろんな英検とか TOEIC、IELTS、あとは TOEFL 目指されている方いらっしゃるかと思うんですけれども、どこかで皆さんの人生のどこかで役に立つことができるのではないかと思っています。単語を覚えるのって簡単じゃないじゃないですか。お一人だけで抱え込まないで、みんなとこう共有していくことによって頭の中に残りやすくなると思うんですよね。ぜひ今日もいくつか単語を拾ってみたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思っています。こちらのチャンネルは英語学習を頑張る皆さんを応援するチャンネルで、みんなと一緒に英語力を伸ばしていこうよというコンセプトをもとに作られている動画になります。あと、このコロナ禍であまりこう海外に行ける機会というものが少なくなってきていると思うので、私が今住んでいるイギリスという国のご紹介もたまにしています。イギリスが好き、イギリス英語が好き、英語力をもっと伸ばしたいと思われる方はチャンネル登録をしていただけますと、最新の動画をいち早くお届けすることができるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。普段私は2種類の辞書を使っているんですけれども、1個はケンブリッジ・ディクショナリー、もう1つはボキャブラリー .com になります。2個の辞書を使うと何がいいかっていうと、例えばケンブリッジ・ディクショナリーで調べたものの意味があまりこう分からなかったとします。そうすると、ボキャブラリー .com でもう一個見てみることによって、なんかもうちょっと違った感じで書いてくれてたりとかするんですよね。なので、あ、これはこういう意味だったのかっていうことが結構わかるんじゃないかなというふうに思います。あとは、ケンブリッジ・ディクショナリーもボキャブラリー .com もそれぞれいいところがあって、私がケンブリッジ・ディクショナリーを好きな理由は、アメリカ英語の発音とイギリス英語の発音が両方載っているっていうところです。発音を覚えるのってとっても重要だと思うんですよ。発音がわからない単語って絶対に覚えることはできないと思います。なので必ず単語を覚える時には発音もチェックしていただきたいのですが、あ、私は基本的にイギリス英語をやっているんですけれども、生徒さんの中では英語を単に並びたいって方がほとんどだと思うので、どちらの発音も知っておくと便利かなと思って、私は両方毎回聞いているんですが、その点で私はケンブリッジ・ディクショナリーをとっても好きです。で、あともう一つボキャブラリー .com の方は、何でしょう、その単語を説明するその言い回しっていうのがとてもユーモラスがあって、アメリカのサイトになるんですけれども、アメリカンジョークっていうんでしょうか、私のアメリカに行ったことがないのでわからないんですけれども、なんて言うんでしょう、堅苦しくないんですよね。もうちょっと結構くすっと笑えるような単語の説明をしてくれています。一個の新しい単語を覚えるときって、一つの辞書からそれだけの結構ちっちゃな情報を取るよりかは、いろんなところのリソースから引っ張ってきて、あ、へえ、こういった意味もあるんだとか、なるほど、こういうふうに使えばいいのか、情報が多ければ多いほど覚えやすいかなと私は思っています。で、今日ご紹介したい単語は私がなかなか覚えられない単語なんですけれども、最初の2つはとってもややこしいんですよね。スペルがとっても似ています。1個目は dissipate です。これは動詞になるんですけれども、徐々にそれが消えていくっていったような意味合いで使ったりします。徐々にこう消えていくっていうところがポイントなんですよね。皆さんの中には disappear っていう単語をご存知の方は多いかと思うんですけれども、 disappear って消えるって意味じゃないですか。じゃあこの disappear と dissipate どう違うのかっていうと、 dissipate の方は
徐々に徐々に消えていくっていう感じなんですが、 disappear の方は vanish に近いので、パッと一瞬で消えるようなイメージなんですよね。例えば例文で言うと、 his anger dissipated as the situation became clear っていったものがあります。こう徐々に明らかに状況がこう分かってきて、だんだんとこう怒りが収まってきた、そういったような意味合いで dissipate を使っています。あとはボキャブラリー .com の方に載ってたんですけれども、高額宝くじに当たって、で宝くじに当たるといろんなところからこう寄付しませんかとか、なんか良くないお友達とか、こうお金にたかりたいようなお友達とか、こうどんどん増えるじゃないですか。例えば芸能界とかでもそうだと思うんですけど、名声がある方とか、お金がある方、パワー、権力がある方たちの周りって、なんかそれを利用しようとされる方がこう集まってくると思うんですが、そういった方たちに対してもお金がなくなることによって、だんだんとこう人は離れていく、そういう時にも dissipate っていうのが使えるよっていう風に載ってました。例えば Once you dissipate your money,Your new group of friends will dissipate without a trace っていうやつですね、なるほどなって思いますよね。あ、確かにイメージしやすいですね、そういう風に言われると。で、もう一個の方が disseminate っていう単語です。ものすごくスペルが似てる上に意味は全然違うんですけれども、スペルがすごく似てるなっていう風に思ってて、なかなか覚えられないんですよね。 disseminateの方は spread the information、 情報を拡散するっていう意味です。例えば社内恋愛とかでこう内緒でお付き合いしてたりとかして、でなんかまあ結構口が軽い方に知られてしまって、あの方とあの方はなんかこう付き合ってるらしいよみたいな変な噂を流されてしまったと。でそれでこう噂を流した本人に突き詰めたい時に、How dare you disseminate a rumor about my relationship? って言ったような感じで言えるかなと思います。その私の付き合ってたそのことをよくも言ってくれたわね。よくもこう拡散してくれたわね。って言ったような感じですね。次にまた DI から始まるんですけれども、これもなかなか覚えられないんですが、Dispel、Dispel です。これは動詞になるんですけれども、こう拡散されてしまったことを、あ、そうじゃないよ、自分はそれは正しくない情報だよ、証拠を伴って皆さんに違うよ、それは本当は違うんだよ、証明するっていうか。あとはまあそうですね、今一番分かりやすいもので言えば、例えばパンデミックになって、パンデミックの初期の頃とかってなかなか情報がない上に国民の皆さんとか結構不安になってたかと思うんですけれども、日本の政治家とか、あとはそのお医者さん、感染病の第一人者の方たちが、皆さんこれは大丈夫です、こうこうこういうものですからご心配なさらずに、そういったことも fear、 心配事とか恐れを取り除くっていうことで dispel を使えるかなというふうに思います。例えば I'd like to make a speechby dispelling a few rumors that has been spread recently といったような感じで、先ほどの噂を流されてしまったと、まあ、お付き合いしていたら、まあ、それは proving wrong できないと思うんですけれども、してないのになんかあの人とあの人は付き合ってるらしいみたいな変なデマを流されてしまったら、いや私はこの人とではなくこの人と付き合ってますみたいな感じで、違うよ、その情報は違いますよっていうふうに disappearできるかなと思います。でボキャブラリー .com の方には、自分の悩みや心配事、そういったもの、目に見えないものを取り除くだけではなく、物理的なものを取り除く時にも使えたりとかするみたいです。例えば顔にできたニキビとか、あとは害虫駆除とか、虫とかネズミですね、あとはそうアリとかも結構生えてきたりとかするんで、アリとか、実際に私ネットで Disappear Mouse とか Disappear Ant という風に検索してみたんですよ。そしたら How to kill the ant とか、あとは害虫駆除会社のそのサイトとかが結構上がってきたりとかしてたので、そういう風にも使えるのかなっていう風に思います。次に Visual、 これは名詞になるんですけれども、
これもなかなか覚え、単語短いじゃないですか。 BIGIL これだけなんですよ。なんですけどもなかなか覚えられないんですよね。これは一晩中こう看病して見守るとか、あとはそうですね、その日本のお葬式のお通夜とかでもこうろうそくを灯してたりとかするじゃないですか。あとはその海外とかで、そのお祈りを捧げたいとかにこう教会とかでもあると思うし、こう一日中こうろうそくを灯して祈りを捧げるみたいな、そういうのにも美女を使います。とにかくこう一晩中寝ないで何か祈りを捧げるとか、病気の子供をこう看病してこう祈りながらこう見守ってるようなイメージ、それが美女ですね。例えば The boy's parents kept the long vigil in his hospital room といったような感じです。男の子が病院のベッドで横たわっていて、ちょっとこうなんかチューブとか通されてたりとかして、なんだったらもう今晩が山ですみたいな時に、お父さんとお母さんがその病院のベッドの横に座って、あ助かりますように助かりますように、それが美女です。あとは Candlelight vigil is hellfor victims of tragedy、 犠牲に遭った方たちにそのキャンドルを灯してこう祈りを捧げる、それも美女ですね。だから人だけではなく何かこうキャンドルだったりこう祈りを掲げれるようなものだったら何でもいいと思います。次にご紹介したいのが precipitous です。これは形容詞になります。とてもなんていうの、すごく勾配がかなりこう急な坂とか急な坂道っていったようなものを precipitous というふうに言います。これは例えば山道だけに限らず、ジェットコースターとか、あとはその株の大暴落、そういう時も precipitous 使ったりします。例えば山道とかだったら precipitous mountain trail、Precipitous Mountain Trail というともかなり急な山道というふうに使ったりします。上下どちらにも使えるのかなと思って調べてみたんですけれども、主に使えるのは下りの方になるそうです。使えないこともないみたいなんですけれども、下り使うのが一般的だっていうふうに書いてありました。次にご紹介したいのが Crackdown です。 Crackdown、 こちらは名詞になります。こちらの意味としてはかなり厳しい規制をかけたいとき、そういうときにクラックダウンを使うんですけれども、例文としては The police are having a crackdown on cyclists without light っていったような感じですね。自転車のライトをこうつけないで自転車漕ぎをしている方たちに対して厳しい取り締まりを始めたっていったような意味です。あとはテロリストへの厳しい取り締まりという意味でも A crackdown against terrorism、テロリストへの厳しい取り締まりといったような意味でも使うことができます。ここからは最近覚えた新しい単語たちをご紹介したいと思うんですけども、先ほどご紹介したやつはまだ本当に自分の中でもこう落とし込めていないんですけれども、ここからは私の中では結構もう大丈夫かなって思うところをご紹介したいと思います。一つ目なんですけれども、 Clam up、これは熟語になるんですが、クラムっていうのは貝という意味ですよね。クラムチャウダーとかでもおなじみの、突然いきなり黙ってしまうというような意味です。貝のようにこう口を閉ざしてしまう、黙り込んでしまうといったような意味で使ったりします。インフォーマルな表現では Shut up like a clam といったような表現もあるみたいです。例文としては As soon as I told her my name, she clammed upというふうに使います。私の自分の名前を言った途端彼女はいきなり黙ってしまったっていう意味です。あとは copious はたくさんのって言ったような意味なんですけれども、私これもなかなか覚えられなくて娘に聞いてみたんですよね。 copious どういうふうに覚えればいいって言ったら、娘がくれたその例文っていうのがとても覚えやすかったんですよ。例えばお付き合いしてる方がいて、そのボーイフレンドやガールフレンドとか別れてしまったと、あ、ガールフレンドか、男性の場合はどうなんですかね。男性の場合もそのなんかアイスクリームとか美味しいものとかにこう失恋された時逃げたりとかなさるんでしょうか、わからないんですけれども、例えば女性とかであったらなんか美味しいものを食べたりしたら元気になったり、また
明日から頑張ろうかなって思えるじゃないですか。 copious amount of 何々、たくさんの何々って言いたい場合は copious amount of 何々って言った感じになるので、ボーイフレンドとこう別れてしまったって言ったお友達に Oh, you split up your boyfriend? Here, have a copious amount of ice cream っていう風にこうアイスクリームを差し出して、元気出してっていう風に慰めてあげることができるよっていう風に言われて、あ、なるほど、それ覚えやすいなと思ってすぐに覚えることができました。たくさんっていう意味では英語の中には結構あるじゃないですか、英単語が。例えば abundant 豊富なとか plentiful、 plenty に full 形容詞ですよね。 ful をつけると形容詞になるので、そういった言葉もあります。なのでコーピアスだけではないんですけれども、コーピアスはかなりフォーマルな表現になるかなというふうに思います。という感じでいくつか単語をご紹介してきたので、なかなかたくさん言われても覚えられないですよね。私多分1日に今20から30を覚えてると思うんですよ。試験用の単語帳プラス、あとはアプリとかも使ってるので、いろんなところから結構な量の単語を引っ張ってきてるかなと思うんですけども、やっぱりこう量を欲張るとなかなか覚えられないですよね。なので自分がそのフラッシュカードで暗記っていうアプリを使って単語を覚えたりとかするんですけれども、その時には新しい単語は5つまでというふうに設定してやっています。なので今日も皆さん、この全部の単語を覚えようというのではなく、どれか一つでもいいので心に残ったものがあったら覚えておくと、多分将来何かの役に立つかもしれないというふうに思います。いつね、どんな時に、あ、この単語はここで聞いたことがあるっていうふうになるかわからないですもんね。新しい単語って最低でも偶然に5回目にしないと覚えられないというふうに言われています。なかなか5回目にするのって英語を使ってなかったりとかすると難しかったりするじゃないですか。なので、たくさん英語を読んで、たくさん英語を聞いてっていうことかなと思います。やっぱり原点はそこかなと。私もなかなか覚えられない単語が多いので、本当にこういった動画を作ると単語を覚える皆さんの役にも立つと思うし、私のためにも役に立つかなというふうに思うので、もし今日のビデオが単語を覚えられてよかったな、こういったビデオも面白いかもと思われましたら、いいねボタンで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。インスタグラムも私は不定期で更新しているんですけれども、インスタグラムの方ではイギリスの日常の英語の日記などを書いていますので、もしご興味がある方はそちらの方も遊びに来ていただけると嬉しいです。 So, that's all for today. And thank you so much for watching. See you next time soon. Bye!